を集めたからこそ知ってる。俺とさ、約束を。自分が待っていたのは、彼らと共に私は戦い、望んでいたのは、どんな答えだ。あの子たちを守ってた私たちは何もできなくなったわけではありません。健闘を祈る。だったらいつか帰った時に思い出すのかな、この失われた時間のことをさ。私に託されたものを投げ出すなよ。覚えていろと言った方が忘れていただと。とんだ道化を演じさせてくれたな、ヘルネスめ。おかげでおちおち眠れず、こいつの旅を見続ける羽目になった。いいじゃない、とても見応えがあったよ。みんなしてあんなめちゃくちゃな進み方するなんてさ。だからこそだ、私たちだけこのまま消え失せるのはちょっとねえ。本当、呼んでもらえてよかったよ。あなたたち、何？何って、単なる消えかけの死人だよ。心配せずとも、お前を倒すような力はない。こいつに負けた時点で主役は譲っているしな。だがお前に一矢報いるこの時は待っていた。ベーネス、あの負けず嫌いめ、私をこの時代まで残しておいたのは歴史をつなぐためか、終末の真相を忘れていたことへの当てつけか。至極好意的に解釈するのなら、こんなオチが生じる可能性を残したのだろうが、何にせよその程度で手のひらを返すほど私の人生は軽くなかった。しかし、人をここに至らせたこと、この結末は確かに私たちのやり方ではつかみえなかったものだ。ならば賛辞と、最後の古き人への手向けとして口上の一つくらいは垂れてやろう。終焉を歌う者よ、私たちはお前によって終わらない。それがあの星の過去に生き、今を生きる者からの答えだ。さて、せっかくお招きいただいたんだ。私たちで一つ創造魔法を披露しよう。この場に満ちる君の仲間たちの思い、それらを寄り合わせ新たな道を紡ぎ出すのさ。取るべき形はお前が決めろ。たどり着くことなどないとのたまった奴に示すにふさわしい形を。ソア・エイチ、黎明の星をあやなす技、我らの御手は創生をなす。
メーティオン、自分は君に飛び方を教えたが、歩き方は、生命としての生き方は到底教えられなかった。しかし長い長い旅の果てに、君はきっとそれを知る誰かに出会うだろう。花を。いつかこの旅をやり遂げた君に心から花を贈ろう。そのエルピスの花がある限り、元となった思いもまたここにあると証明される。もはや絶望だけの宙域には戻れまい。お前の仲間たちの魂がいつまでも戦っている必要はなくなったと言ったんだ。呼び戻してやれ、お前と共に進む者たちを。導きがあらうこと。元通りすぎて、いっそ格好がつかないな。つける必要があるのか。まったくだわ。こんな満点以上の結果をもたらしてくれたんですもの、ありがたく受け取らないと。皆で帰りましょう。アーテリスで待っていてくれる方々のもとへ。もちろん週末も止めてな。ただいま。私たちバッチリだったでしょ。進もう。たどり着くべき結末へ。今度こそみんなで。
ああ、流れができた。これで彼らは、さ、そうだな。あなたたち、正解に帰るつもり？当然だ。ハイデリンの術に生かされるなど、願い下げだからな。何より、お前たちが進む未来は、私の愛した過去じゃない。だからこそお前たちと本気で命を懸けて戦ったんだ。その結果ならば、敗北であれ、覆すものか。私が今の私である限り、この思いは砕けない。間違っても哀れんでくれるなよ。お前たちに望むことがあるとすれば、あの忌々しい終末を打ち払うことだけだ。そして勝ち時を喝采に変え、万感の思いとともに幕を下ろせ。それでこそ次の公演が始められるのだからな。新たな舞台と新たな役で、お前たちも私たちも。お前、北条海に沈む海底遺跡に行ったことがあるか？オサード小大陸の北、流氷に覆われたブラインフロストを越えた者のみがたどり着く秘宝の島を見たことは。新大陸のまばゆき黄金鏡はどうだ？南洋諸島に忘れられた人々が残した巫女像の祭祀場は？アラグの時代に蹂躙された南方大陸メラシディア、その今を知っているか？エオルゼアにもまだ知られざる真実がある。お前たちが祀る十二神の正体なんぞがいい例だ。あるいはもっと視野を広げてみろ。共造世界のいくつかには驚くべき文明が起こっているからな。アゼムのクリスタルを持つものだろう。それくらいは当然見ておけ。私は見たぞ。それじゃあ、またいつか会えることを願ってるよ。お互い違う形になってたとしてもさ、その時は何度でも一緒に楽しくやろう。勝手に巻き込むな。私は嫌だ。釣れないな。Thank you.